加納志本は1860年の10月28日に生まれました。加納ちゃんは自分の体が弱かったので柔術を習んで、そしてその中に教育的要素を持たして人格形成をするためのものとして柔道をお作りになりました。そんな素晴らしい先生です。加納志本は柔道ということを通して日本人の心を表されたと思います。当山は朝日山願成院永昌寺という浄土宗の寺院でございます。加納治五郎師範は1882年このお寺に来て柔術を始めました。ただいま遺品をある前あたりに12畳の畳の道場を作りまして、ただいま茶室がある場所に木造の家がありまして、6ヶ月間ここで生活をされたそうです。そしてただいまの講道館に場所を移したと伺っております。講道館はもう世界の柔道家の生まれ故郷だと思ってください。柔道が正しく皆さん普及にしていって、子どもたちが元気にやってる姿を見るのが一番嬉しいです。柔道のその攻撃防御の練習によって自分の精神修養、そして自分をもっと高めるために作られたのがこの講道館であります。加納志本は単なるその理屈だけというようなあれじゃなくて、本当に相手が納得するような教育者ということは、自分が教育したことを相手が身につけて、そして世の中に実践してもらうということですか。加納志本の教育者としての立派なところがあると思います。職業としては文科省などの役人をされておりました。この学校を作られたのは1927年。加納先生の柔道の精神である勢力善用自他共栄という言葉を本校のそのままスクールモットーとしてですね、でそれをずっと現代まで受け継いできているわけです。日本の場合は学校の中で勉強もしスポーツもし、おそらく加納先生のがおられたからそういうふうになったんじゃないかなと思ってますけど、私は柔道始めたのは5歳です。私にとって柔道は生きがいです。私が柔道をやっていて自信がついたのは加納先生の教えがとても大きいです。その教えを聞いて人に優しくしようと思えるようになりました。柔道は単なるスポーツじゃなくて社会の貢献ができるスポーツだと思います。
残念ながら加納治五郎先生は1938年氷川丸の上で亡くなられたと。みんな加納師範の弟子たちです。私たちだから兄弟だよね。みんな加納先生の自他共栄の精神、本当に国際的に、平和を作っていこうということにつながっているのではないかなというふうに思います。それが加納先生のレガシーではないかなというふうに思っています。